パラゼニサウルスは、メキシココアウイラ州の後期白亜紀、カンパニアン紀の地層から発見された、獣脚類恐竜の属の一つである。二足歩行の植物食動物と考えられる。数等分のオルニトミモサウリアの大骨格が、上部白亜系のセロデルプエブロ層から発見され、それらに基づき2020年4月24日に、クラウディアセラーノベララによって新属新種。 パラゼニサウルスが記載された。この親族は、以下の固有派生形質を持つ。第一末節骨の縁位に深い溝及び筋位に深く、へこんだ、楕円形の関節面。強く湾曲し横方向に圧縮された第一、手根骨の関節。筋位の関節端が拡大した第三、中手骨の関節。前方を C にほぼ垂直な関節面を持つ。 肺側と腹側に低い前方関節突起を持つ。後方を真意が、腹側に垂直に伸びる、神経突起。第三、中足骨の筋位端が拡張されており、卵型の輪郭を持つ。ヒアークトメタターサルの、中足骨。第二、中足骨の縁位4分の1の後面にある、第一子の関節面の存在。第二、中足骨の拡張した内側のコブ。 半球状の関節表面を有する第三、中足骨の横方向に広い円移端。広く、腹側に湾曲する、特徴的な中足骨。指に沿うように、金伊勢突起の位置が、唇状に変化する。中足骨の内側に丸みを帯びた、大きな穴があり、強く発達した尾根状の屈筋結節を取り囲む、腹側の不快化がある。 以上のような特徴の組み合わせにより、パラゼニサウルスは、これまでに、北米や、他の地域で報告されている、他のオルニトミモサウリアとは、区別されている。系統解析の結果、オルニトミモサウリア内においてパラゼニサウルスは、ガルディミムス、デーノケールスと共に、デーノケールス科の動物と同定された。つまりパラゼニサウルスの発見は、北、アメリカにおける、 デーノケールスカの最初の記録ということになる。ありがとうございます。